ミカと、イコの、幸せ、未来計画。イエーイ。はい。はい、今日まずは自己紹介。はい、自己紹介から、ね。はい。はい。一級建築士の占い師、占い、講座講師、ムーミ PDH アカデミーのミカです。はい。スピーチャウサロンルアナの店のスピーチャウカウンセラーのイコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、この番組ははい、はい、ゲストをお迎えして教えていただいたスキルを実践検証していく。2番、私たちのゲストの方と視聴者の方たちのご縁を広げていく。3つ目、私たちの気づきやメッセージをシェアしていく、はい、そんな番組ですね。はい。はい。11回目ですね。はい。すごい。この間、10回目で、ね。ね。ライブをさせていただいて。ね。ライブもちょっと、ドキドキしましたね。させていただきましたね。まあでもね、たくさんの方にね、出演していただいてね。もう、右も左もわからない状態の中をね、支えていただいて、本当にありがとうございます。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日のゲストの方は、今日はね、はい。整理収納アドバイザーの、渚さんですよ。はい、楽しみです。楽しみ。もう年末でね、そうですね、年末ね、ありますしね、ちょっとここで知っておくことは ね、耳寄りの情報ですね。いっぱいいろいろ教えていただいて、感じなので、しっかり実践していきましょう、はいはい、はい、では呼んでみましょうか。はい、はい、はい、じゃあせーの、なぎささーん。はい、渚さん。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ改めまして、整理収納アドバイザーの渚さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はお話しいただいてありがとうございます。ね、はい、では渚さんの簡単な自己紹介をお願いします。はい。はい、はい、私は津山で整理収納アドバイザーをしています渚と言います。屋号はクラッシーという名前でさせていただいています。主に自宅にて収納術をお見せしながら、レクチャーさせていただいている収納セミナーをしたりですとか、あと外部で収納セミナーをしたり、あと一番好評いただいているのが、やはりお客様のご自宅に伺ってお片付けをするっていうお仕事をさせていただいています。よろしくお願いします。ねえねえ、渚さん、ちょっと気になるんですけど、はい、そこはご自宅ですか？はい、自宅です。はい、そうです。はい、めっちゃ綺麗。いや、もうね、最初からすごい気になってて、後ろのね、インテリアですかね、すごいなんか、綺麗に並べてあって、それ。ねえ、すごい綺麗、はい、もうちょっとシンプルにしてますよ、ねえ、なんかすごい綺麗に飾ってあるのも額とか、そうだ、実は額もこうやって飾ってるんですけど、ここなんでここに額飾ってるかというと、実はちょっとあるものを隠したくって置いてるんです、なんかめっちゃすごいインテリア、なってる。そうですよね。で、実はこの後ろが、コンセントがあって、すごい、すごい、ね、そうだね。妙にちょっと自分の中で気になって、ここにあるのが、なので、それが嫌で隠してます。すごい。ちなみに、ここの後ろに、パン用のお皿も隠してます。パンのお皿。すごい。もう一つあるのは、これオブジェのように置いてますけど、これこの中、うちワンちゃん飼ってるんで、ワンちゃんのおやつ入ってます。ここ、すごい、はい、インテリア、はい、なのでオブジェ風にしてますけど、実はワンちゃん用のおやつ入れっていう。すごいですね。すごい、ただのインテリアじゃないんだ。すごい。はい、この子がいるんで。ああ、かわいい。この子のおやつがこんな風に残って。
すごい。いや、それは全然、いや、すごいインテリアとして、すごいバランスよく置かれてるなと思って。一応ね、私、一級建築士です、建築の方とかもやってて、インテリアとかもすごく嬉しい、プロに褒めていただいて。いやいや、本当すごい綺麗と思って。ありがとうございます。はい、ワンちゃんもいるのにね、すごいそんな綺麗、ね、うん、本当私もいっぺん行かせてもらったけど、うん、すごくいろんなところに収納術が隠されているの で、もう実はいろんなところに、はい、ぜひぜひね、これから楽しみです、話が聞けるの、はい、でね、渚さんは整理収納アドバイザーっていう資格を持たれてるんですか？はい、ハウスキーピング協会認定の整理収納アドバイザー1級を持ってまして、この資格があると、外部でセミナーをしたりですとか、自分でセミナーを主催できたりですとか、あと片付けにも行けるっていう資格があるので、はい、なんか主婦をされながら、ね、されてると聞いたんですけども、その整理収納アドバイザー、資格まで取ろうと思ったきっかけってあるんですか？はい、きっかけは本当にちょっと自分のこう、人生の中でちょっと、大きな出来事があったのが、私の実家の父がちょっと亡くなったんですけど、3年前に。その時にちょっと実家をもう母一人で暮らしてたらちょっとあまりにも大きいので実家を売却することになって、で母がやっぱり思い出のもの、ね、父との思い出のものを一つ一つこう向き合って、で当時はすごく辛かったと思うんですけど、向き合うことでこう気持ちも楽に前向きになっていったのを私は間近で見てたので、なんかもともとお片付けは好きだったんですが、なんかこう私じゃなきゃこう伝えられないものがあるんじゃないかと思って、何かこう使命感みたいなちょっと大きなものを感じて、でこれは資格を取りたいと思ってスタートしました。すごいですね。あ、すごい、すごいですね。今ね、すごいちょっと見せていただいただけでもね、すごい、ね、ただ置いてるだけじゃなくて飾りだけじゃない、なんか使えるっていうのが、そう、それがすごい。そうですね。この収納術のこだわりって何かありますか？はい、もうこだわりはもうちょっとそうですね、大きなテーマかもしれないですけど、家族のもうみんなが幸せに、もう快適に暮らせるっていうのがもう私の一番こだわるところですね。やっぱりお片付けに行かせていただいても、だいたい私はその主婦の方を相手にしますので、その方だけが心地いいだけじゃダメなんです。やっぱりこう、その場にいないご主人とか、あとその場にはいない学校に行ってる息子さん、お嬢さんたちが、なんか少しでもこう楽に快適に暮らせるようにっていうので、やっぱりこういない人のことも特に考えなきゃやっぱりいけない仕事なので、はい、もうだから家族みんながもう幸せに快適にっていうのが私のこだわりです。おー、すごい、私なんか自分よがりになってるから、自分よがりになってるから、なんですよ、ね、あれはどこ置いたんだなってよく言われる。そうだし、自分だけならいいけど家族いるとみんなが物って使うじゃないですか、もう汚れちゃうし、お子さんとか、ワンちゃんとかもいると、それでどうやってなんかその保つっていうコツとかあるんですか？そうですね、保つコツ、でもやっぱ普段からちょっと時間ができたら、掃除っていうか小掃除っていうんですかね、もうちょこちょこっていうのはよくします。やっぱりなんかそうですね、お弁当買った時にウェットティッシュとかついてくるじゃないですか、お天気の、あんなの結構たまっていきません？使わないちょっとちっちゃい、ウェットティッシュというか、ああいうのももらった時に私は貯めていくんじゃなくって、使わないやつはもうすぐに出して、もうちょっとサッシ拭くとか、わかるわかる、なんかちょっとしたなんかそうですね、幅着のとこをシュッとほこり取るとか、なんかそういうのすぐもう使って捨てて、もうなんかちょっとしたちょちょちょっていう掃除をします、はい、それがやっぱり綺麗に保つコツなのかなって思います。でもあれ本当便利ですよね、お手拭きとか ね、お手拭きね、そうですよね、そうだって捨ててもね、いいし、もうちょっとついでに拭いて、ついでに、そう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 
すごい。とにかく貯めてます。貯めてます。貯めてたら、カプセルめっちゃ使える。乾燥してます。乾燥してます。そう。だから、もう貯めるよりかすぐ使っちゃう。うん、なるほどね。なんか本当にがっつり掃除しようって思ったら、しんどいですもんね。しんどいです、本当に。もう倒れちゃいます。ね、無理です。あと、ね、子供と、たちとかね、好きなところにこう置いちゃって物がなくなるんですよ、よく。そうですね、もうなんか、うん、多分その子たちはきっとそこがすごく便利だから多分かけてるっていう、あ、そこに置くとかかけてるっていうのもあったりするので、なんでここにいつも置くんだろうっていうのは、そこがちょうど多分いいんだと思うんです。なのでそういうのを意識して、でもやっぱこうそこに明らかに置きたくないものってあるじゃないですか。だからこう見せないように工夫したりとか、さっきのあのワンちゃんのお菓子でもそう、やっぱここにあると便利だから置いてるんだけど、あからさまにそのワンちゃんのおやつってなんか袋ごとポンって置いてると、ちょっと見た目にあれなんで、それっぽく見せないように工夫して。なるほど。あとなんかね、片付けの苦手な子供とかってもうわーっと荷物こんなに置いて、片付けなさいって言ったら横にスライドさせるとか、とりあえず避けたみたいな、片付いた、慣れた、ね、それも上手に簡単に片付けられる、そういう子たちってどうしたらいいですか。そうですね、まあ私多分よくそれよく受ける質問なんですけど、まずはお母さんが、楽しく片付ける姿を見せるのが一番かなって思います。なんかやっぱり、お母さん自身がもう片付けが面倒なものっていう風な感じで日々してたら、子供さんは片付けることは面倒なことなんだって思っちゃうんですよ。なのでやっぱり片付けることがもうなんか快適、やっぱ快適な暮らしのためにはやっぱ日々片付けなきゃいけないですよね。それをなんか面倒なものじゃなくって、もう私の場合はもう毎1日3食食べてるのと同じように当たり前のようにやってるし、あと片付けることがやっぱ楽しいので、もうすぐ見た目にわかるから。確かにね、片付けたパッと片付けたっていうそのすっきり感がもう目に入るから、なんか私は大好きで、だからそうすると片付けるってことが子供は嫌じゃなくなるから、もう当たり前のように習慣化していくのかなって思います。習慣ね、だったらいいですけど。確かに、なんかでも私もいろんなものをいろんなとこに置く習慣があったりして、私自身がね散らかす感じなんですよ。だけどやっぱし渚さんのところの家に行って、これじゃいけない、これじゃいけない、家に帰ると、やっぱ目から入ってくる刺激っていうのはすごく大きいので、いろんなところの工夫も真似しやすいですね。真似して取り入れて、実践して、で空間が結構できて、電気代もね、1個捨てたんですよ。だからね、すごい明るくなったし、全然違ってきたから、で、それを味わうことで、またやろうって思うでしょ。で、なんか昔は空間が、の中にいっぱい物を詰めとかなきゃいけないっていう感覚あったんですよ。でも、渚さんとこ行ったら、空間がおしゃれでしょ。はい、わかる。あ、なんかね、やっぱ空間が大事だなって、そうですね、思って、ちょっとこう引き出しなんかもちょっとね、空間を活用してやってます。なんとなくこう、あれ不思議と片付け上手な子って、うち2人子供いて、お兄ちゃんは引き出し開けてもパッと見た目に全部何が置いてあるか分かるように置いてあるんですよ。だから物がほとんどなくて、で弟はガサッと、はい、ガサッと、ガサ、でも、引き出し開けて物が詰まってないっていう状態がすごいなと思って、でも見た目にこうすぐ取り出せれるんですよ。取り出せる、戻せる、戻せる、それすごいなと思って。そうです。もうじゃあもう息子さんはお兄ちゃんの方なんかそれができてるっていうのは、やっぱそ何かそのね、美香さんのそういうのを見て学んだのか。そうですね。なんかちっちゃい頃に片付けっていうのはすごい一緒にやった気がするんですけど、二人目はね、ちょっとね、いっぱいいっぱい。そういうことがあるんですね。子育てにも影響を受けるってことか。一人目はこうやって片付けを一緒にカゴに入れたりとか、すごいやってたかもしれない。
そう言われれば。そうでしょ、やっぱりそうなんですよ。やっぱりお母さんが楽しく片付けを見て教えてたから、うん、お兄ちゃんはきっとそれをもうそれがそういうふうにもうイメージができてるので、うん、はい、親の姿ですか。ね、かなって思います。子供さんにの前にまずお母さんはどうですかっていうのをちょっと私はちょっと一緒に問いかけてみたいです。一緒にやるっていうのがやっぱり大事なのかな。そうですね、はい、お母さんがやってたらお母さんが全部やってくれるって思うから、うん、全部、うん、おもちゃおもちゃ、多分下の子はそう思ってると思う。自分やんなくてもお母さん片付けてくれるからって、うんうんうん、そうそうそう、そっか、もう分かった。本当ね、やっぱし、私も実家はもうすごく物が多い家なんですよね。うんはい、だからそれで家も多いでしょ、うん、多くてもあんまり少なくならなかったけど、うん、やっぱしなんか違う空間で実際こういう風な中で生活ができるんだっていうのを、渚さんのところで感じたから、やっぱしそういう刺激を受けることはすごく大事ですよね、プロの。大事ですね、本当に。で気づかないしね、自分は、うん、やっぱプロの目で見てもらうっていうこともすごく大事だなって思うし、うんうんうんはい、多分1回行かしてもらったけどまた2回目行ったらまた違うところに目を向けて自分に取り込んでいけるのかなって思いました、まあね、本もあるんですけれど、ね、渚さんが言われたように、うん本読んだだけじゃできないですよね。でも読んでね、うん、なんか満足しちゃうんですよね、その時点で。なんかそれをやった気になるって言われたら、うん、いつかやろうみたいな、うん、そう、もうダイエットと一緒、もうなんか読むだけで終わっちゃう、痩せたみたいな、やった気になってね。それ聞いた時にあーって思いました。確かに何冊あるんだ収納術の本とか。でも全然片付いてない。確かに、うん、だけど行ったところで目に見せたところで、うん、あここはこうしていこうとか、うん、ちょっと取り入れれたから、うん、やっぱ違ってきますね、うんうん、そうですね、ちっちゃいスペースから始めたいですよね。もうぜひ、うん、もうおすすめしたいのは、うん、もう家の中だったらまずは冷蔵庫とか、冷蔵庫ね、うん、もう引き出し一つでもいいんですが、うんまあ、冷蔵庫なんかもうみんなが毎日何回も開け閉めするとこなんで、うんうんうん、あれをもう全部一回きれいにすると気持ちもいいですし、うん、あと私なんか冷蔵庫も見て帰られる方はお客さんおられるんですけど、やっぱジャンル分けしてます。冷蔵庫だったら、うんうん、そうですね、朝のこううん、お漬物セットっていうような引き出しがあったり、あとパンコーナーとか、うん、大豆コーナーとか、うん、もう味噌と納豆は同じところとか、なんかすごい関連付けて、あとお弁当セット、うん、朝のお弁当セットっていうトレーもあって、それを朝出したら息子のお弁当にすぐこう中身入れれるっていう。これ開け閉めもなんか時間短縮できますね、はい、あそうですそうです、うん、もうなので、冷蔵庫の中に私、うん、多分トレイが9つぐらいあって、うん、全て分けてるんですジャンルで、うん、すごい冷蔵庫だって開けて探すのに時間かかるから、うん、多分そうでしょう、ね、電気代、ね、使ってる、うんそううんでね、奥のものが忘れてたりするので、うん、なので、ね、奥のものってどうしても見てないと忘れちゃうので、うん、やっぱトレイに分けてトレイごと出してしまえば、うん、すぐもう何がどこにあるっていうのがあるので、それすごい、うん、すごい、はい、片付けるのも ね、そうだから朝ごはん家族が食べてる時にも朝のお漬物セットトレイ出してボンって置いたら、うもうそこで家族はもう自分で取って朝ごはんのね、うん、なんか明太子とか、うん、なんかカツオとか取って食べてますし、うんうん、時短できるしね、時短で電気代も節約になるしね、あそうです、本当ですね、はい、収納っていいとこいっぱいですね、意識も変わるしね、いいことしかないですね。取り入れてらいいですよね、うん、そういうことね、はい、私も調味料は入れました、うん、調味料はしました、ね、すごい渚さんとこで、ねねうん、それだけで気分が変わります、料理する時の、うんうん、そうそうね、じゃあね、イコさんイコさんも年末ですよ、はい、年末、はい、年末断捨離とかありますし、うん、断捨離のコツとかも教えてほしいですね、はい、ね、はい、ね、もうシーズン的に皆さん多分一番気になってることだと思うんですが、うんうん、そうですね、もうやろって思ったらもう勇気を出して全部出してみてください、うんうんうん、もうかなり勇気はいりますけど、はい、全部出してこれだけのスペースに
我が家はこれだけのものを突っ込んでいたのかっていうのをもうまず物の量を把握すること、うんうん、ちょっとわーって多分すごくため息も出るでしょうし、よくこんなに詰め込んでたなっていうのも多分思うでしょうし、なる、はい、うん、はい、でそれだったらよく使うものと、うんうん、たまに使うもの、季節ものですかね、うんうん、に分けるのと、うん、あとまあ、いらないものは確実にもう手放してもらって、うん、壊れたものとかは、うん、で分けていくんですが、でも一番厄介なものが、断捨離の中で厄介なものが、うん、あることすら忘れてしまっていたもの、意外と多いんです。家の中がどうしてもごちゃごちゃ散らかってる方でありがちなのは、うん、もう忘れてしまっているものが確実に多いです。それがやっぱり一番だって使えるし壊れてないし、うん、でなんかその時こうパッてときめいて気に入って買ったんですよね、うんうん、だけどいつしかこう、うん、忘れちゃってて、それが一番もう家の中にたくさんあるのがやっぱり厄介で、それを取り除いてあげないと、うん、そう、うちなんか引っ越してきた時の箱がそのまま倉庫に入ってる、うんうんうんだからもうそれそっくりそのままもう手放しても大丈夫だと思うんですけど、だってもう10年以上使ってない、ね、そう、あ、確かに何か箱に入れたらいいって言われてましたよね、うん、これ使わないものは一回、ね、捨てる時に、ね、水に捨てるとか何か、うんうんうん、ね、覚悟いりますけど、ちょっとね、やりたい、ね、私運気的に、はい、断捨離の年っていう運気なんですよ、はい、もうすっきりとして、そうですね、もう本当風の時代にも入るから、これからそうですね、すっきり、ね、軽くもう身軽にすぐどこでも行けるように、風は軽いから身軽になってもらった方がいい、言いますよね、いつでも引っ越しできるよ、すぐ引っ越しできるような家にしとけばいいとか言いますよね、はい、我が家のテーマは、うん、いつでもお客様にどうぞって言えるのがテーマです。うん、どうしよう、片付けなきゃいけないんですけど、せっかくちょっとなんかこう、うん、お土産持ってきてくれたとか、うん、なんか不意に来てくださる方がたまにおられるんですけど、うん、そんな時でも、あ、よかったら上がってくっていう風にコーヒーでも飲んでくって言えれる自分でいたいので、うんうん、なのでそれは結構いつも心がけてます。でもそれはわかるわかる。うん、はい、うん、そう。私もしたいと思っててもなかなか片付けてから、うん、ちょっと待って、うん、ちょっと待ってね。でもそのなんだろう、綺麗に家を片付けて出かけたら、うん、帰ってくるの時に気持ちいいじゃないですか。気持ちいいですよね。それだからそれが。で片付いてないお家に帰ったら、帰って片付けるのがもう嫌じゃないですか。疲れちゃう。確かに。なんかそれは思う。うん。そうそう。うん。ねえ、そうですね。じゃあそろそろ。そろそろね。はい、そろそろ。いつもね、視聴者さんと一緒に体験できることを何かさせてくださいということで、ミカのおねだりタイムで。はいはい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日渚さん、何か体験させていただけますか？はい、はい、もう本当に簡単なちょっとした小物をしまえる、うん、ちょっとまあ収納ボックスみたいなのを作れたらなと思って、やっぱり収納ってこう物を仕切ったりとか、この場所を定位置にこう決めるっていうのがすごく大事なことなので、でわざわざちょっと買いに行くほどでもないしっていう時に便利なのが、こういった紙袋、ちっちゃい紙袋とかどんなものでもいいです、うん、紙袋があるとちょっとこれも収納グッズとして使えるので、はい、わ、はいはい、かりました、はい、じゃあちょっと準備します。はい、準備します。はい、はい、紙袋とハサミですね、ハサミですね、袋とハサミ、いいですか？準備しました。できました。はい。はい。そうですね。こういったふうにちょっと私が今回持ってるのは、ね、まあちょっとこんな底がある紙袋、ちょっともう本当にですね。マチがあるやつなんですけど、これをじゃあそうだ、何をしまうかによっても違ってくるんですが、はい、じゃあそうですね。じゃあ季節柄、じゃあちょっと。ポストカードをしまうようなイメージにしてみましょうか。あ、なるほど。例えばですよ、ちょっとイメージですけど、はいはいはい、なので、まあ、こういったポストカードをしまいたいなっていうイメージだったら、うんうん、
そうですね、ここぐらいに仕上げたいなって思うので高さを、うんうん、はい、なのでちょっとそうだな、くるくるくる取ろうか、ちょうどあったポストカード、うん、あります、じゃあちょっと大きすぎたら一旦ちょっと切ってもらって、はい、な、例えばちょっと高さ、あのちょっと気持ち余裕があるところで、あのちょっと気持ち、うん、そうだな、余裕があるところ、余裕があるところで一旦ちょっと切ってもいいですよ。あ、余裕があるところでちょっと切る。余裕があるところで。はい。はい、ちょっと一旦切ります。一旦切ります。はい。はい、切りました。はい。で、この角をちょっと切り込み入れます。角を切り込み。はい。角。ここね、四隅をちょっと。四隅を何センチぐらい、はい、ね、大体お全部同じ長さで切ってほしいので、まあ、2センチぐらいとかでいいですか？ 2 センチとか、私今ね、4センチぐらい切ってる。あ、4センチぐらい切ってる。センチぐらい。はい。はい、はい、切ってます。はい。切り込み入れました。こんな感じで。はい。ハサミで四隅を、はい、同じ長さでちょっと切り込みを入れます。はい、入れました。入れました。こんな感じですね。こんな感じですね。はい、はい、でこれを、はい、これをちょっと折っていきます。折っていきます。同じ大体高さになるように。で、今日はあの入れる口をしっかり作るって感じですね。はい、これ外側に折り込んだらいいんですか？外側に、はい、外側に折ります。全部ですね。全部。よいしょ。同じ高さで。はい。で、いきます。で、まだ余裕があるので。で、また、うん、また、ちょっと、もう一回、この様子をちょっと見ながら、もう一回切っていきます。同じぐらい。あの、折った幅ぐらい。うん、折った幅ぐらい、はい、はい、うん、うん、あ、ちょっと私切りすぎちゃって高さが、はがきが出ちゃうからあんまり切らない方がいいかな、うん、切って、で、あと、私ちょっと伝え忘れてたんですけど、マスキングテープで留めたり、あとこの辺をホッチキスでこうやって留めると口がしっかりするので、はい。留めると、うん、ああ、ここを留めるね。ここ。まあ、四隅をね。それで、じゃあマスキングテープとかするとちょっと可愛くなって。そう、で、そう、止めて、こういったなんかちょっとこれから年賀状とかたくさんもらいますよね。あ、じゃあこうやって入れちゃう。そう、入れちゃう。年賀状。年賀状のその、ね、年賀状ボックスとか、あと何だろう。何でもいいですよね。ちょっとティッシュを、ポケットティッシュ入れるとか、そういった簡易的な、ちょっともう、あの、引き出しの中の仕切りになるので、はい。ああ、便利かも。ちょっとこういうのがあると細かいものがバラバラしちゃうもんね。あ、そうですね。ちょっとした机の上に置いとくのもいいですね、これね。ちょっと置いとくといいかも。ね、あと例えばビニール袋ちょっと入れて、もう簡易的な机の上のゴミ箱とか。本当だ。何にでもできるので。あ、いいですね。はい。いいな。みかん、みかんとか、みかん食べてここ。みかん、それもいいかも。あ、みんな皮があちこちなるから。はい、本当だ。はい、いいかも。いいかも。はい。ね、これ、投げ草さん。うん。これはね、本当年賀状ちょっと入れるのに紙袋とかで切って、はい。簡単にできちゃう。他に、今もね、うん。ね、なんか簡単に、うん、できるようなこと。今ちょうどね、昨日、あの、お土産でいただいて、ね、お菓子の箱があって、たまたま。本当はちょっと切っちゃったんですけど、こんなお菓子の箱をいただいたんです。お菓子ね。かわいい。で、それを、はい。これを私は、この蓋を、半分に切りまして、はい。これを、こう、つながってたものを入れ替えて、仕切りとして、
はいはいはい。ちょっとなんだろう、何しまえるかな、ペンしまったりとか、そう、こういうふうに仕切りにできるので、ペンと鉛筆とか、はい、なんかお子様のね、なんかそういうちょっとこまごましたものでもいいですし、ひとまず、あの、収納グッズ買いに行くまでに、それちょっと収納したいときとか、もう汚れてもいいようなものとかね。ああ、本当ですね。汚れてもいいようなものいいですね。いいですね。はい。ねえ、ちょっとした工夫でなんかできますかね。はい、できますね。なんかこう、分別っていうかね、それできると、こう、取り出しやすかったりしますよね。そうですね。うん、本当に。なので、そういった風にすると、あることすら忘れてしまってたってことがなくなってきますよね、少しずつ。なるほど。そうですね。はい。100均に行かなきゃいけないと思わずに、そこでそれ作っても全然いいわけですもんね。全然いいですね。すごい。でもまあ、100均グッズでもいろいろと、なぎささんされてるって言われてたけれど。そうですね。100均グッズはもう私大好きでよく行くんですが、はい。そう、あと皆さんに結構言ってるのは、もうお気に入りの100円ショップは決めましょう。っていうのはよくお伝えします。そうなんだ。ね、いろいろメーカーありますよね。はいはいはい、皆さん思い当たると思いますけど。はいはいはい、やっぱ、あそこで、じゃあ A の方の、100円ショップでこれを買いました。で、あ、これすごく気に入った。また買おう。どっちだったっけ？で、B の方で買ったら、同じものはないんです。あ、そうだ。微妙に違うんですよ。同じようなアイテムが。なので、もうお気に入りの100円ショップは、どこ、こう、ここは駐車場広いから行きやすいとか、出勤途中とか買い物途中で便利だからここっていうのがあったら、まずもうお気に入りの100円ショップで便利なものを探したら、どこに何があるかっていうのをまず分かるので、あ、なんかね、その時間も、やっぱり探す時間も減りますし、確かに、確かに、もう私なんかちょっとお気に入りの100円ショップあって、そこなんか店員さんとも仲良くなってるので、もうなんか私が行くと必ずこう、なんか、こう、ご挨拶してくださって、なんかもう、よく私は、なんか最近の人気のアイテムってありますかとか聞いたりとか、やっぱりお気に入りのもう100円ショップは、ここ、もう他はなるべく浮気せずに。あ、なるほど。はい。なるほど。一筋で浮気せずに。そしたらね、なんか新しい商品もすぐ気づくし、はい、本当になんか探す時間が少なくなるので、とっても楽ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、はい。はい。あ、じゃあ、そしたら、はい。最後に、はい。はい。未来計画はっていうことで、お話をしていただきましょうか。はい。はい。なぎささんの、はい。未来計画は、私は、これから、今週末なんですが、岡山の方でもセミナーをさせていただきます。あ、そうだ、はい、なぎささん、ちょっとね、画面共有しますね。はい。はい、これかな。はい。はい。あ、ありがとうございます。はい。私が、今までは津山の方でセミナーをさせていただくことあったんですが、今回初めて縁がありまして、シャンスさんという方とコラボで、させていただきます。この方は、そうですね、スワロフスキーのジュエリーですとか、まあ、いろんな、こう、ハンドメイドのジュエリーを作られている方で、まあ、あと、雑貨も作られています。その方とコラボで、岡山の国際交流センターにて、セミナーをさせていただきます。やっぱり空間を整えてから、やっぱりこう、何かお気に入りのアイテムを飾るとか、あと、心豊かに、豊かな暮らしになっていくっていうのが、これから作っていくので、まずはもう物を片付けて、物と向き合って、いらないものは手放して、必要なものはすぐに取り出せるようにっていう、そういったことをちょっとレクチャーさせていただきます。はい。はい。すごいです。いっぱいいっぱい勉強になりました。はい。こういうセミナーとかもね、活動としてどんどんして、皆様にこう幸せを届けるっていう感じですね。本当に。そうですね。まさにそうです。はい。ぜひぜひ、家の方にもね、セミナー受けに行ってもらったら。ね。ご予約いただきましたら、ちょっとお時間の方は相談させていただきながら、なるべくお客様の都合のいい日に合わせられたらと思ってますので、お友達ね、3人、4人ですとか、
はい、うん、皆さん。じゃあ、渚さんのお家が、こう、収納術、ね、あらゆるところに散りばめられたお家を拝見できるということですね。はい、そうです、そうです。うん、もう、もちろん。もう、あの、収納の雑誌で読んで終わってたのが、もう、やっぱりリアルな収納になってくるので、はい、もう、はい、それから皆さん、やる気スイッチが入って、うん、入りました。よく私の方にも、こんなのしましたって、こう、写真を送ってきてくださったりとか、あの、お子様の喜んでくださってる動画とかも送ってくれたりとかで、もう、すごくやりがいを感じてます。じゃあね、また、あの、はい、説明欄とかに、なぎささんのインスタのね、はい、はいアドレスとかも入れときますので、うんはい、また連絡をしていただければと思います、はい、今日はなぎささん、はい、ありがとうございました。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 またねえいこさん、はいはい、すごい今日も、ね、勉強になったし、私なぎささんのお家がすごい素敵すぎて、あの一角しか見てないけど、あのちょっとコンセントのとこね、額で隠してインテリアみたいにして、あとワンちゃんのね、あの、うん、おやつが花瓶に入ってて、 そこの下も実は見せてもらったんですよね。ワンちゃんスペースになってたんですよね。そうなんですよね。カーテンの向こうがもうなんかね、すごくいろんなところがそういう感じで工夫してあって、うん、生活感がなくて、うん、だけど落ち着くって感じのスペースなんで、ね、でただ開けてると、うんうん、そう綺麗さだけじゃなくて、うん、使いやすいっていうのがすごい、うん、そう、あれあそこにワンちゃんのやつ入ってると思わじゃ思わないじゃないですか。思わないもん、本当。だからすごく動線もきちっとしてあって、うん、なんか勉強になるとこいっぱいです。そう、綺麗、うん、美しくて便利、美しくて本当にすごい素敵で、これが一番もうか感化されるの分かるでしょ。分かる。もうね、すごくもう刺激になりました。うん、だってそう、うん、ね。本で読むよりは全然現実的に、本で読んで、あーとかテレビで見て、あーって片付けた気になるしね。そうなんですよ。もう次の時には忘れてるしね。だけどやっぱり、あの、うん、ちょっとお金を払って斜めに行くっていうことは、うん、やっぱりそれだけのものを受け取ろうとするとかあるじゃないですか、うん、だからやっぱしね、であとプロの意思、うん、あの目線っていうか経験っていうものはやっぱし、うんうん、あの大きいですよね。あの全然違う視点で、うん、あの、うん、学ぶこといっぱいのような感じです。いやーよかった。私も好きだし見たいなと思って、今度行ってみたいです。ぜひ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 素敵なとこなんでね。はい、うん、勉強になります。皆さんも本当にちょっと簡単にできること、あれもコンビニのお手拭きとかもね言ってましたよね。もう溜めてカピカピになるんじゃするんじゃなくて、私です私ですまあでも本当こういう風なものに入れて、ちょっとあのしばらく机の上に置いとってもいいわけですよね。そういう風なもので、またすぐ拭いて、その日のそういう風なものはその場で使わなかったら開けてすぐプチ掃除をする。分かったそこか、やっぱりか、すぐ溜めちゃダメです。ここは違う使い方しましょう。わかりました。すいません。そこが違います。はい、ダメ子です。いや、いいんです。でもすごいね。できたっていう言うだけでも、なんかちょっと綺麗になっただけでもテンション上がりますよね。うん、本当に違いますね。うん、勉強になりました。ね、ぜひね、セミナーの方がちょっとね、28日で過ぎてるけど、またこれを聞いた方に過ぎてるけどね、また。来年もあるかもしれないって言われてましたし、ね、そう、言われてたしね。インスタグラムにも、うん、もう貼り付けるから、そこからお問い合わせねしてもらったらいいかなと思います、ね、実際にね会いに行ってほしいですよね。本当にすごく素敵な方なので、この方もね、うん、ぜひぜひお会いしてもらったらと思います、ね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次回は次回はそうだ、はい、また忘れちゃってましたよ。次回もね、素敵な、はい、神様なんですよ。こう可愛らしい。そう、ね、あ、本当ですね。次回はね、はい、ネイリストでセラピスト、はい、恋愛コーチのミキさんです。おお、まあのね、恋愛って結構ね、悩みは結構突き抜からいいですよね。そう、ね、クリスマスも迎えることだし。そうです。ね、ね、話聞いてどんなアプローチをしたらいいかとかね。
どうやったら幸せな彼をゲットできるかとか聞きたいですよね。そうですね。そうですね。ぜひぜひ。イコさんはダメだよ。イコさんは。そうだ、私はフリーじゃないです。すいません。子供たちのために、子供たちのためにね。そうですね。はい。はい。勉強させてもらえたら、また親の目線で。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。では、はい。皆さんがハッピーデイズでありますように。応援隊のミカとイコでした。ありがとうございました。ありがとうございました。次回のゲストは、ネイリスト、セラピスト、恋愛コーチのミキさんです。お楽しみに。チャンネル登録もよろしくお願いします。